見えますこれ、隙間。これだけ違うんですよ。これ絡みどうなっていいですか。これで違います。で、手でね、顔触ってもらっていいですか。はい、ほんまに変わるんかなと思いながら触ってください。先にね、顔のサイズを測っていきますね。そんなに変わるんですか。あ、全然変わると思いますよ。すごい歪んでるんで、もう 16.1 です。すごい歪んでる。長さが分かりにくいですよ。眉下からやります、眉下から。今、体際がどこだって言うんですか。はい、どこから測定しようとか思いますけど。どこまで顔だって言うの。長さが先生、頼みますよ。眉下で測る、眉下で、はい。なかなか眉下で測ることがありますけど。OK、そこでいきましょう。はい、15.8 です。はい。で、低下します。低下あります。でね、うわぁうわぁうわぁビリ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 、うわぁびっくりするでしょ。びっくりした。何が起きたんですか。手からね、ビリビリ出してるんですよ。えうわぁちょっとビリビリうわぁすげぇ。ここまで来ないんですけど、本当はね。これ手から電球出して、電流流して。うわぁえ、どういうことですか。これシンクロ波っていう電流を僕の手から出すっていう機械なんですよ。先生はどっから電気を。僕ね、足からここにプレートがある。なるほどなるほど。これ僕作ったんですよ、ちゃんと。でもこれ顔にやったら全然感じないんですよ。ああ、そうです。いきますね、ほら感じないでしょ。もああ、感じない。そうなんですよ。歪み方がもうすごいですね。ボクサー並みに歪んでますね。顔がパッキャオクラスの。いや、パッキャオクラスっすよ、ほんまに。すごいっすね、歪み方が。ほんまに戦い続けてて可愛いと思いますよ。もう筋肉が普通の方が全然違うんですよ。一般の方、ほんと格闘家に近いような顔の凝り方してるんで。うわ、首すごい。普通の人間と違う。あ、全然違いますよ、普通の方と首の歪み方が。江頭さん、ほんとに格闘家の歪み方してますもん、これ。首だいぶ悪いでしょ。悪いですね、うん、すごい衝撃受けてますもんね、いろんなことされてるし。ですね、あと拾えます。2つ目、あーして、あ、あご、あ、いいですね。もう近ね、うわー、あこれ顔触ってもらっていいですか。いや、ちょっと顔触ってもらっていいですか。うわびっくりするでしょ。四角なってる。本当ですか。で、こっから顔に針打っていきます。はい、針は初めてですか。顔に針は初めてです。あ、ですね、初体験。ほうれい線がだいぶ深いんで、ここに針を打っていきます。痛くないですか。全然痛くないです。だからこのままね、針打ちながら足の裏のデトックスフットって言って、内臓の足疲れを足裏で取っていくんですよ。はい、それも同時進行でやっていきます。もう完全王様気分で。ありがとうございます。はい、王様コースです。こんな指毛見たことあります。ないね。すごいっすね、指毛。うわ、あ、足も凝ってますね。全部悪い。流れなあかんとこ全部ですね。今お顔の方ですね。あ、来た来た来ました。来てますよ、ね、リズム通り。でも心地いいぐらいになっているかなと思います。こんなに映る人は見ないですよ、うん、初めてのぐらいなんで。パッキャオ超えたんちゃいます。パッキャオに勝ったぞ。ボロボロさが勝ってる。足裏でね、首と肩のところの反応がすごい出てるんで、やはり首肩がもう相当悪いみたいですね。逆立ちしすぎかな。それあると思いますよ、それ。顔良くなりましたね。あ、そうですか。あ、良かったです。あ、嬉しい。こちら見ていただくと、ただ厚みも取れて、より顔がキュッと良くなってる。違う。透明なジェルを使
してきたんですけども、かなり汚れが初めてです、こんなに濁ったかったびっくりします。最後ね、耳のここに手当ててもらっていいですか。頭のサイズをね、これに取ってもらっていいですか。そうです、そうです、この隙間を取ってください。はいはい、かっこいいですね、すごい歪んでる頭、すごいですね、みんなすごいいやいやいや、本当に歪み方がやばいっすよ、これ冗談抜きで初めてです、こんな硬い方は。すごい、なんかこう隙間を埋める、今イメージなんですけど、イメージでやってたけど、こうコリを取ってあげると全然違うんで、さっきは針して、針に2センチぐらいこう埋め込んでたんですよ。でそうするとここの筋肉緩んでくれてるんで、その筋肉を中にこう閉じ込めていく感じですね。めっちゃ違いましためっちゃ違いました、頭、多分驚きますよ、この頭、可愛い頭になっちゃう。頭触ってもらっていいですか。ちょっと驚きますよ。あれあれすごいでしょ、あれなぜ形が変わった。え、これさっきの同じ位置が違うだけ、違うんじゃないですか。同じ位置です、これ同じ位置ですか、はい、5センチくらい小さい。はい、そうなんですよ。ここが 16.1 です。 6.1 OK です。このサイズ覚えてますね、 16.1。 このまま下ろしていきますよ。見えます、これ隙間。これだけ違うんですよ。これ鏡に見てもらっていいですか。この隙間分だけ中に入ってるんで、長さは、長さ教えて、10、長さが 15.、眉下からの 15.8 です、うん、これ最後眉下のところのここですね、見えます。このだけ変わるんですよ、1センチ違う。はい、顎下だけで1センチ変わった。なにちょっと待って、わかりやすい。ただ江頭さん、表情がもう死にすぎじゃないですか。ああ、そうです。頭がこちらですね。え、これ整地する前と後に、この隙間です、頭の。びっくりした、今絞れたみたいな。頭がちっちゃくなったってことですね。そうです、サイズ感です。いや、ちっちゃくなったけど、それより俺のハゲが目立ってそっちの方に気取られちゃうよ